はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんはりです。さあ皆さんプラシドイベントは楽しんでいらっしゃいますでしょうか。このプラシドというキャラクターなんですが、 5Ds のアニメではですね、まあ、ゆうせいくんのシューティングスタードラゴンっていうね最強モンスターにボッコボコのボコにされるわけですよ。で5連打食らいまして、シューティングスターので、およそ少年アニメとは思えない上半身がちぎれ飛んで死亡するという、そういうシーンがあるんですけども、今回はあのシーンを再現していきたい、そんな風に考えております。どういう風にやっていくかっていうと、デッキなんですが、スキルね、赤き竜の技ドラゴンヘッドっていうのをすると、これ一回動画にしてあるんで見ていただきたいんですが、シューティングスターとフォーミュラシンクロンがデッキに追加されるんですよ。なのでシューティングスターっていうのは効果で、デッキトップを、ね5枚めくって、その中のチューナーの数だけ一度のバトルフェーズ中に攻撃ができるという効果なわけですよ。ということはですね、デッキの中チューナーだけにすればいいっていう話なんですね。チューナーだけにすればデッキトップ5枚めくったら必ず5連打できるっていうことなので、今回は、サイキックリフレクターとバスタービーストとバスターモード、これ以外は全てチューナーにしまして、全てのモンスターがチューナーです。ちなみに優勢が使ったことのあるチューナーで固めました。これだけ許してほしいんだけど、このギミックだけ許してほしいんだけど、それ以外は全て優勢が使ったチューナーモンスターとなっております。で、エクストラデッキもスターダストドラゴン以外飾りです。スターダスト以外出ません、このデッキほぼ。なので今回はこのほぼフルチューナーデッキを使ってシューティングスタードラゴンで5連打しプラシドを爆殺していきたいと思います。デュエルスタンバイ、ライディングデュエルアクセラレーション。これが俺とカードとの絆だ。みんなの思いは受け取った。未来は必ず勝ち取ってみせる。不動優勢、貴様を倒してスターダストドラゴンを奪う。ライディングデュエルアクセラレーション。じっくり痛ぶってやろう。俺のターン、バイゼルアタック。自分フィールドの合体せよ、飛行艇ワイゼルインフィニティ。ターンエンド。さあ生き残りたければ必死にサーキットを描け。行くぞ、俺のターン。ミルクでももらおうか。ドロー。来い、チューナーモンスタークイックシンクロン。モンスターをセットする。ターンエンド。じっくりいたぶってやろう。俺のターン、ドロー。モンスターをセット。バトルだ。飛行艇ワイゼルの攻撃。ステンレススチールスラッシュ。ターンエンド。俺のターン。おい、デュエルしろよ。ドロー。モンスターをセットする。ターンエンド。じっくり。俺のターン。ドロー。この世に不必要なカードなど存在しない。よし、モンスターを通常召喚。モンスター効果発動。モンスター効果発動。モンスター効果発動。ならばモンスターを特殊召喚。集いし願いが新たに輝く星となる。光り差す水となれ。シンクロ召喚。
自称せよ、スターダストドラゴン。カードに命を吹き込むのはデュエリストの役目だ。集いし願いが新たな速度の地平へ誘う光り差す道となれ。シンクロ召喚、希望の力、シンクロチューナー、フォーミュラシンクロン、ライディングデュエル、アクセラレーション。クリアマインド。集いし夢の結晶が新たな進化の扉を開く。アリサス道となれ、アクセルシンクロ。将来せよ、シューティングスタードラゴン。ミルクでももらおうか。シューティングスタードラゴンのモンスター効果発動。お前のデュエルは自分勝手すぎる。臆せず攻める、バトル。シューティングスタードラゴンの攻撃、スターダストミラージュ。シューティングスタードラゴンの攻撃、スターダストミラージュ。シューティングスタードラゴンの攻撃、スターダストミラージュ。この程度。シューティングスタードラゴンの攻撃、スターダストミラージュ。不動優勢。いずれこの方はつけさせてもらう。未来を変える可能性は生きる人々一人一人の手に平等にある。なぜそれを信じようとしない。